どうぞ。こんにちは。チンコには言わない。ごめんなさい。なんでしょう。なんか全然関係ないですけど、目覚ましの音ってめっちゃ腹立ちますよね。めっちゃ嫌いになりますよね。わかるな。あれ何？だんだん嫌いになるんでしょう。そういう音にしてるのか、嫌な音が出るように目覚ましの音って設定されてるものなのか。それはありますよね。でもね、目覚ましに着メロみたいな感じで、iTunes とかで買った曲を目覚ましに設定できるんですけど、そんな好きやからやってるのに大嫌いになるんですよ。その曲大嫌いになって、今ドラえもん の曲なんですけど、大嫌いですよ。なんかドラえもんは大好きですよ。でも目覚ましのとこうわーったって思って大嫌いなんですよ。一個はダーンテテテレテドワンドワンドワンダーンテテテレテドワンドワンドワンってやつで、あとはテテテテあるとダラララララテレテテドワン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 ってやつがもううるさーいってなるんですよ。ドラえもん大好きなのに悔しいです。これなんかね、だから嫌いなものと好きなものと思い出を組み合わせたくないですよね。好きなものは好きなものだけにしときたいし、嫌いなものは嫌いなものだけで置いときたいですよね。嫌いなものが好きになったり変わることってあります？それ嫌いなものではないんですけど、なんか好きな人できたら、その好きな人の周りの人も好きになりませんか？ああ、分かります。好きな人の友達とか、好きな人と同じ職種の人とか、好きな人の近くにいる人のことまでなんかちょっと好きになっちゃいますよね。それで言ったら、私高校の時に高校入って一番最初に好きになったのが2個上の卓球部の先輩っていう人だったんですよ。で、先輩かっこいいとか、先輩ってずっとついていてて、先輩のこと大好きやったんですけど、先輩もういいやって思ったら、なんか先輩いつも仲良し3人組でいたんですけど、その3人組の中の先輩っていう先輩のこと好きになって、私水泳部だったんですけど、先輩も水泳部で、先輩かっこいい、先輩ってついてって、先輩平泳ぎ教えてください。先輩平泳ぎがめっちゃ速くて、奈良県がめっちゃ速い人やったんですよ。先輩、今度の金曜日部活で平泳ぎ教えてください、足持ってこうやって教えてください、お願いします、金曜日待ってます、プールサイドで。先輩金曜日部活来なくて、先輩もういいやって思った頃に、その仲良し3人組の先輩、仲良し3人組もう1人先輩っていう人がいて、水泳部に次は好きになられるんじゃないかって恐れられてた。次はユリアンがあの子好きになるんちゃうかって気ぃつけろみたいな言ってました。なんか次あいつお前の子好きになるんちゃうかみたいな、怖がられてたんですよ。別にいいじゃないですかね。結構心移り早いですね。早くはなかったんちゃいますか？高校生の時にね、好きだった人は、先輩と、あとは先輩でしょ。で、他にもね、めっちゃ好きな人いっぱいいました。好きな人いっぱいいた。めっちゃ仲良かったっていう男の子いたんですけど、サッカー部の。めっちゃ友達で、めっちゃ仲良しやったんですよ。イエーイとか言って仲良くて、ほんまに好きとかじゃなくて友達で仲良かったんですけど、ある時冬一緒に帰ろうって外出たら寒くて、寒って言ったら、寒いなーって
言ったんですよ。その寒いなっていうのがなんかかっこよくて好きになったんですよ。でごめんなさいね、なんかその芸人の喋り方じゃなくてずっとですけど、なんかもう会ったこと喋ってるだけで、それでね好きやったんですよ。で水泳部の、同じ水泳部のアスカちゃんっていう子に、私のこと好きになってとか、あそうなん頑張って、ありがとう応援してるでとか言ってて、で水泳部に部活でプールサイドに行ったら、サッカー部やからこう部室で着替えてプールサイドの横を通っていくときに手振ったんですよ、こっちにと思ったら、私の後ろにいるアスカちゃんに振ってて、アスカちゃん付き合ってた映画がいいぜで、あとは誰好きになったか、 あとは、バレー部のキャプテンのくんっていう子好きになって、かっこよかったんですよめっちゃかっこよかったですよ。ずっと私2年5組だったんですけど、2年2組の教室に毎日毎日休み時間に何だかやって喋りに行ってで覚えてます、今一番覚えてるのが、誕生日いつって聞いたら12月21日って言ってくれた、なんかそれがめっちゃ覚えてます。めっちゃ優しかったんですよね。なんか高2の時好きやったんで、修学旅行で付き合いたかったんですよ、私は。でそれをみんなに、2年5組のみんなに相談したんですよ2年5組の子がみんなそ、協力してくれて、ゆりやんって呼ばれてたんですけど、ゆりやん、修学旅行の前の日説明会だけで早く終わるから、もうその日に告った方がいいでよ。それで、頑張るわ、今日説明会終わったら2年5組の教室来てくれるって言ってそれで銀行学校の説明会終わった教室で、仲良しのなおちゃんとなおっていう子が、みんなゆりやがいるから告白するから早く教室から出てって言ってくれて、みんなわーって出て行ってくれて、じゃあ夕方になったんですけど、ほんまにこれ私の人生でこんな映画みたいなシーン、一番映画みたいなシーンやったのが、誰もいない教室で待ってたら、はーって窓から教室に夕焼けがなんか差してきて、ガラガラガラって入って、どうした、ずっと前から好きでした、付き合ってください、ごめんなさい、ありがとう、それで終わりでも誰もいない教室で夕方夕焼けが差してくるって、これめっちゃ良くないですか。映画のワンシーンみたいですね。そう、そうやそうやあ、楽しかったです、あの時は。あの時で、あとはその野球部の一個下のっていうこと、そうですね、いい高校生活を送らせてもらった僕のこと好きやった時は、その子がエグザイルさんのファンやったんですね。で私その時勉強不足でエグザイルさんをあんまり曲とか聞いたことなかったんですけど、僕が好きなんやったら聞かなくちゃってなって、すぐにブックオフ行って、高校生やから、ね、やっぱりブックオフで買うんですよ。でエグザイルの CD とか、エグザイルの CD とか DVD 買って、ダンスとか練習して、昼休みにどうやら体育館でバスケして遊んでるらしいって聞いて、昔あったこういう高校の時に部活のカバンみたいなエナメルバッグ、あれ全部教科書とかを全部机に学校の入れて、朝はでっかいでっかい家のラジカセをそこに入れて、それだけ持ってきて、昼休みに CD 流して体育館の隅っこで届けて、ヒントに電話って踊って、ちょっとでも気引くためにやってましたね。休館長とかと一緒ですよ、踊って踊ってアピールする楽しい青春ですね、それ。いらなかったですね、奴隷一つ今一番の制服デートとかしたかったなって思うんですよ。いや、ないな。
高校の思い出はやっぱり女の子の友達とか男の友達とサティに行って、部活終わったらサティ行って、こういう紙パックの飲み物持って、でここめくってタオルかけてこうやって飲むっていうフードコートでこうやって飲むっていうのがもうめちゃくちゃ流行って、もう一番私服の時でしたね。面白すぎた。懐かしい。今日ふと高校の時の思い出が急に頭をよぎったんですけど、それが雨降らへんって思ってたのに急に雨降り出して、帰り道であんまり喋ったことない友達と、雨やなみたいな、めっちゃ雨降ってきたって傘さして帰ってたら土砂降りになって、雷がめちゃくちゃ鳴ってきて、あーって言った。もうめっちゃ近くで雷がブワーゴロゴロゴロピャーってなった。二人であんまり仲良くないけど友達としゃがんで、あーって言ってたことを思い出しました。でもそういうのあったら結構仲良くなるじゃないですか。別にそっから別に関係性特に変わらず、普通に会ったら喋るとか、それぐらいの。それ今思い出しましたね。皆さんどんな高校生活でしたか？また高校生活あったらまた。何の話から始まったんですかこれ。いい高校生活送ってください。